鏡よ鏡、この世で一番美しいのは誰？はい、皆様こんにちは。ささやき女官の館、管理人のアクアです。今日はハロウィン企画ということで、吸血鬼伝説のモデルとも言われていて、血の伯爵夫人という異名も持つエリザベート・バートリーのお話をしてまいりたいと思います。以前にですね、ネオスピリット祭りという企画の方でエリザベート・バートリーの少女時代という動画をすでに配信しているんですけども、今日はですね、そちらの動画をまだご覧くださっていない方でもちゃんと内容がわかるようにお話しいたしますので、ご安心ください。ちなみにエリザベート・バートリーが一体どんな人物かということをご存知ない方のために簡単にご説明いたしますね。エリザベート・バートリーは架空の人物ではなく、れっきとした歴史上に実在した人物です。1560年から1614年にハンガリーの貴族として実際に生きていました。処女の血を浴びると綺麗になるという脅迫観念にとらわれて、若い娘の生き血のバスタブに浸りたいがために、約650人もの、若い娘を殺害しました。今日はこのエリザベート・バートリーが一体最後どのように成敗されたのかというお話を中心に、お送りしていきたいと思います。最後ですね、一体どんなスーパーヒーローがこの吸血鬼、女吸血鬼をですね、やっつけるのでしょうか。さあ、それでは早速恐怖の扉を開けてまいりましょう。血に彩られたその舞台、16世紀末のハンガリーへどうぞ。ハンガリーの名門バートリ家に生まれたエリザベート・バートリは、10歳で婚約し、15歳で結婚させられました。バートリという姓は、エリザベートの結婚後の姓ではなく、結婚前の実家の姓なのです。エリザベートの姓か、バートリ家は、ポーランド国王、トランシルバニア王、枢機卿、将軍、総督、などといったそうそうたる顔ぶれを揃えたハンガリーの一二を争う大貴族だったため、エリザベートは結婚後もこのバートリの姓を名乗り続けていたのです。10歳のエリザベートが婚約者として引き合わされた相手は、バートリ家ほどは輝かしくはないにしても、やはりハンガリーでは指折りの名家、ナダスティ家の一人息子、フィレンツェ少年でした。彼はまだ15歳だというのに、一人前にひげを生やして堂々たる風采をしていました。ハンガリーでは未来の姑にあたる女性が婚約期間その嫁を引き取って、教育にあたる慣習がありました。フィレンツェ少年の母、つまりエリザベートの未来の姑のオルソルヤは、常識ある女性ではありましたが、ひどく口うるさいタイプでもありました。姑オルソルヤは、未来の嫁、エリザベートを模範的なハンガリー貴族の妻に仕立て上げることに情熱を燃やしていたため、片時もエリザベートのそばを離れず、その一挙一動を見張りました。だから、この城に引き取られた時からエリザベートの生活は一変し、苦痛に満ちたものとなりました。しかし姑オルソロヤに面と向かって反抗することはできなかったものの、エリザベートは心の中ではふんと顔を背けていました。ナダスティ家がどれほどの家柄であろうと、しかしながらエリザベートの実家であるバートリ家には遠く及ばないことをエリザベートは知っていたからです。姑に歯向かえない鬱憤がエリザベートの中に次第に募っていきました。またこの頃からすでにエリザベートは自分の美しさを自覚していました。彼女の唯一の楽しみは、姑の目を盗んで自室に閉じこもり、鏡の前に立って
一日に何度もドレスを取り替えたり、ありったけの宝石を身につけたりすることでした。面長の顔、白い肌、ブロンドの髪。彼女は10歳にして完成された美しさを持っていたのです。ちなみに、ブロンドの髪は生まれながらのものではなく、イタリア式美髪法により、栗色からブロンドに染めたものでした。エリザベートが15歳になった頃、あらかじめ定められていた結婚式の日がやってきました。結婚式は豪華なもので、約1ヶ月続きましたが、結婚式が終わると夫のフィレンツはトルコ軍と戦うために戦地へ赴いてしまったため、エリザベートは夫のいない城に取り残されて、チェイテ城で孤独な日々を送ることとなりました。このチェイテ城は山の上にあり、戦いに抵抗することを主目的としているため、住居というよりむしろ砦で、住み心地もすこぶる悪いものでした。戦いの合間に夫は少し帰宅するものの、ほとんど城を開けていたので、エリザベートは孤独で、多くの時間を鏡の前で過ごしました。しかし、彼女が鏡の前で微笑むということは決してありません。鏡にはいつも青白い顔の美しい女の姿が映っていました。そして、さらにそんなエリザベートを苦しめたのは不妊でした。フィレンツと結婚してから3年が経っても、一向に子が生まれる気配はありませんでした。姑は子を儲けるためだけに飼っている家畜を見るような目でエリザベートを眺めたので、エリザベートは姑に対する不快感をさらに高めました。そして、姑の勧めもあって、妖術師から薬を処方してもらうようになりました。夫の杯には、そっと、妖術師から処方した媚薬、精液だの、月経の血だのを混ぜた、催淫剤が入れ込まれるようになりました。ところで、当時、エリザベートが住まうハンガリーは、ハプスブルグ家の皇帝が、オーストリア、ハンガリー、ボヘミアを束ねていました。当時の皇帝、ハプスブルク家のルドロフ2世は、病弱で、精神的に不安定で、性格も陰気でした。しばしばうつ病の発作を起こし、1594年以降は、一度も国の議会に出席せず、1598年からは、公式文書の署名さえしなくなって、国務は長身に丸投げしていました。そんなルドルフ2世ではありましたが、エリザベートには形式以上の友情を示しました。時折ウィーンを訪れる際、エリザベートはこのルドルフ2世に謁見していたのです。ルドルフ2世が形式以上の友情を示したのは、エリザベートが美しかったからでもあるでしょうが、二人には魔術や錬金術への関心が高いという共通点がありました。きっと二人は会話が弾んだのでしょう。エリザベートが時々陰気なハンガリーのチェイテ城を出て、華やかなウィーンの宮廷を訪れるのは、宮廷の人々の間で一個の蒼白真珠のように光り輝き、注目されることに喜びを感じていたからでもありました。ところが、この頃、エリザベートは、すっかり諦めていた子供を、4人立て続けに授かることとなりました。しかしそれはエリザベートにとって良い結果とは言えませんでした。子供たちはそれぞれ子守に育てられ、母には少しも懐こうとしないこともあってか、子育てに生きがいを見出せず、また夫は、ダンスは若くて暇な娘たちのものだと言ってエリザベートをウィーンへ連れて行ってくれなくなったからでした。城の中では、エリザベート・バートリの召使いに対する残虐行為自体は、すでに夫の在命中から始まっていたようですが、夫はそれに対し、特に何も言いませんでした。召使いの大部分は、近隣の村の貧しい農家の娘たちで、
字の読み書きもできず、泥の中を馬や牛のように裸足で歩いて、常に食べ物に飢えている。そんな貧しい娘たちがエリザベートに雇われて、この城の門をくぐると、そこには彼女たちにとって想像もできなかった別天地が待っていました。監視はそれほど行き届いていなかったため、貧しい娘たちは当然些細な盗みを頻発させていました。だからこの悪行を見つけるたびに、エリザベートが彼女たちを鞭打ったり体罰を与えるということは日常茶飯事だったのです。そしてそれはエリザベートが44歳の時に夫が亡くなった後により一層エスカレートしていきました。エリザベートがある若返りの手段を見出したのはちょうどその頃からでした。そのきっかけというのは、ある時メイドの少女がエリザベートの髪を櫛で溶かしていた時のことです。メイドの少女は櫛に絡まりついたエリザベートの髪を誤って引っ張ってしまいました。激怒したエリザベートは髪留めでメイドの胸を何度も突き刺しました。その時たまたま返り血が手にかかって、その血を拭った時、エリザベート・バートリーにはその肌が金色に輝いたように見えました。それからというもの、エリザベートは処女の血を浴びると肌がきれいになると思い込み、配下の者に命じて村中の処女を集めさせるようになったのです。こうしてエリザベート・バートリーの犠牲者となった若い娘は650人にも及んだと言われています。エリザベートは若い娘の命を奪うことに何の罪の意識も感じませんでした。その頃イタリアの貴婦人たちの間では真っ二つに切り裂いた鳩の血濡れの内臓を顔に押し当てる肌の若返り法が流行していました。だから鳩の代わりに若い娘の血を用いたからといって、一体それが何だというのだとエリザベートは思いました。エリザベートにとって若い娘の血は永遠の飛躍で生命の源なのですから。自身の若さを保つにはみずみずしい娘の血が必要不可欠だという脅迫観念に取りつかれるようになったエリザベートは、少しでも血が不足すると麻薬の切れた人のような禁断症状が発生して、手足は引きつり、頭には激痛が走るため部屋中を転げ回って暴れ出し、その度に城内は大騒ぎになりました。最初は若い娘を城へ連れてこさせることは簡単でした。着替えもなく冬の寒さの中、手足に赤切れを作った娘たちは城での仕事の話を聞くと、こんな惨めな生活はもう終わりだ、給金ももらえて服や食物も良くなり、今までよりはるかに楽な仕事に就けるだろうと顔をほころばせました。年頃の貧しい娘たちの目の前に美しい色のスカートやネッカチーフをちらつかせれば、彼女たちにお城での生活を幻惑させることは造作もないことです。城の家畜小屋で娘たちには栄養豊かな食物が与えられました。エリザベートは娘たちが肥えて健康であればあるほど血の効き目が高まると思い込んでいたからです。40代に入ったエリザベートの目尻や眉間に目立つ小じわが刻まれるようになると、エリザベートは苛立ちを隠しきれませんでした。妖術使いがいつもの薬草を捧げて持ってくると、エリザベートはもうお前の言うことは信じないと言ってそれを跳ねのけました。すると妖術使いはこう言いました。実は今まで犯していた大きな誤りが判明しました。農民の娘の血は気高い貴族であるあなた様のお体には何の効果もありません。必要なのは高貴な血、貴族の娘の血なのです。
こうしてエリザベートは、言葉遣いや作法やダンスを教えてやるという条件をつけて、両家の娘の狩りをし始めるようになっていったのでした。けれど、城に一度連れて行かれた娘たちから、その後、何の頼りもなくなり、親が会いに行っても決して会わせてもらえない。そんな状況に、次第に不穏な噂が広がるようになっていきました。やがて、噂が噂を呼び、ウィーンの人々にまで、美しいが正体の知れない貴婦人として、エリザベートは恐れられるようになっていきました。しかし、城の中で何が行われているか実態がつかめないのに、この身分の高い貴婦人に対して、誰かが何かをできるわけもありませんでした。また、見て見ぬふりをしなければならないことがこの世にはある、ということを、この時代の多くの人々は心得ていたのです。この身分の高いエリザベート・バートリー伯爵夫人に、一体誰が逆らうことができるでしょう。私を裁けるのは神しかいない。エリザベートはそう思っていました。が、エリザベートが予期しなかったことがありました。チェイテ村の老神父はしばしばエリザベートに奇妙な謎の埋葬に呼び出されていました。呼び出された先の庭や畑の隅には決まって土まんじゅうのようになった土の山ができています。老神父が一体誰が死んだのかと尋ねても教えてもらえず、ただ祈りの文句を唱えるよう命じられました。エリザベートが予期しなかったことというのは、この老神父が教区内の死の日時と埋葬の日時の場所を記録簿に克明に書き留めていたということでした。そしてその老神父が85歳で亡くなった後、その後継者として赴任してきた若い神父ポニケウヌスはその記録簿を見たとき驚きました。異常な数の死者、その異常な若さ、そしてその埋葬場所、これは強敵だな。エリザベートは今まで通りかつての老神父に頼んでいたように、この若い神父ポニケヌスに葬儀を行うよう要求しました。ところが若い神父ポニケヌスはなんとそれを拒絶しました。若い神父ポニケヌスはこれから自分が探るべき手段を慎重に考えていました。失敗は許されません。もし中途半端なことをすれば、エリザベート・バートリーは自分の口を封じるために手段を講じてくるに違いありません。教区監督に訴えるにしても確固とした証拠がないのに調査になど応じてくれないでしょう。しかしこの時、エリザベートの方も葬儀を拒絶したポリケヌスの態度に不安を感じていました。エリザベートはいつだって教会に対する物質的援助を中止したり、聖堂区の財産である土地を取り上げることができる立場にありました。だからこのバートリー伯爵夫人に対して一介の神父に何ができようと思ってはいたものの、万が一あの神父が教区監督のもとに駆け込もうなどという考えを起こしたらと思うと不安になってきたのです。相手がよからぬ考えを起こす前に何らかの手を施そう。エリザベートは毒入りの菓子を作ってそれをポニケヌスのもとへ届けさせることにしました。軽くひねってあげましょう。一方、神父ポニケヌスは行動を始めていました。身を戦慄させる恐怖の中、彼は自分の目で真相を探るべくエリザベートの城の地下道へ忍び込んで、
で引くわけには。拷問の後の残る現場を自分の目で確かめたのでした。その次の日のことです。神父ポニケヌスのもとに奇妙な客が訪問してきました。ヨボヨボの老婆が、これはあなたのために焼いたお菓子ですと言って贈り物を差し出してきました。こういった贈り物は普段から住民から受け取るものなので、神父ポニケヌスは特に不審の念もなくそれを受け取りました。しかしその老婆に何気なく名を聞いても、老婆が答えなかったことが彼に不審の念を呼び起こさせました。ある種の直感のようにバートリ伯爵夫人の存在を思い起こさせたのです。そこで神父ポニケヌスは飼い犬にこの菓子を与えてみたところ、翌朝犬は緑色がかった泡を吹いて死んでいました。神父ポニケヌスは自分の身に危険が忍び寄っていることを確信し、これ以上ためらっていることはできない、一刻も猶予はないと思いました。覚悟を決めましょう。そして彼は教区監督に手紙を書くことを決意したのです。神父ポニケヌスの手紙はハンガリーのマッティアス王とハプスブルグ家のルドロフ皇帝にも届きました。農民の娘だけでなく多くの貴族の娘が犠牲になっているとなれば、これはもう見て見ぬふりができない事態と言えました。ハンガリーの総理大臣のトゥルゾー宮中伯、彼はエリザベートの叔父にあたる人物でしたが、この件を調べるよう王から命じられました。トゥルゾー宮中伯はひどく心配しました。彼が気をもんだのはエリザベートのことよりバートリ家の加盟の評判の方です。またもしエリザベートが有罪になれば、莫大な財産が没収されて国王の手に渡ってしまいます。だからトゥルゾー宮中伯は取り調べにふさわしい場はバートリ家の法廷であると主張しました。犯罪を犯した伯爵夫人とともに加盟を失墜させるわけにはいかない。1611年に十分な証拠がようやく得られたときに、トゥルゾー宮中伯は姪のエリザベート・バートリ伯爵夫人をこの先ずっと幽閉しておくという判決を下しました。正式な罰がエリザベートに下されなかったため、莫大な財産は一族のものであり続けました。エリザベートはチェイテ城の壁に閉ざされた部屋に5年間閉じ込められ、1613年8月14日彼女は十字架も明かりもないところで亡くなりました。享年54歳でした。家臣や貴族の視線を自分に向けさせるのに一生をかけてきた女が、最後は誰からも全く見られることなく、一筋の陽光を浴びることもなく過ごしたのでした。本日は最後までご視聴いただきありがとうございました。今日のお話を気に入っていただけたら、ぜひささやき女官の館のチャンネル登録をよろしくお願いいたします。またチャンネル登録の横のベルマークの通知設定を押していただきますと、新しい動画がアップされた時すぐに通知が届くのでおすすめです。それではまたぜひささやき女官の館へお越しくださいませ。